捨て身技とは、柔道の投げ技の分類の一つ。自ら倒れ込みながらを捨てる、という、その勢いを使って投げる技。行動間の分類では倒れ込む方向によって、新捨て身技と横捨て身技の二つに分けるのが正式であるが、まとめて写真にとされることも多いため、この項でもそのように扱う。え投げ自分の体をほぼ真後ろの方向に倒して投げる。 捨て身技。下記の5本がある。分類上、新捨て身技に含まれる技であっても、横ともえ投げのように横捨て身技のように体を横に、捨てる変化が開発された技もある。自分の体を左右どちらかの方向に倒して投げる、捨て身技。下記の15本がある。外巻き込みアイフでは禁止義とされているかに今日及び、川津係は行動感では、 横捨て身技に分類されている。1895年に制定された五強の技には、巻き込みという言葉の入った技はうち、巻き込みと外巻き込みの二つのみであった。その後、上記の飛べ巻き込みや払い巻き込みなどが開発され、試合でも流行を見せるようになると、これらの巻き込み技の分類が問題になるようになってきた。主な意見としては、主義や腰技に含めるべき、 捨て身技の中に新たに巻き込み技という小分類を作って、そこに含めるべき、横捨て身技に含めるべきというものであった。様々な議論の中で技のメカニズムが研究されると、主義や腰技という意見は支持を失い、少なくとも捨て身技であるという考え方が広がると議論の中心は巻き込み技という分類名を作るか否かという点に移ってきた。 巻き込み技という分類名を作ることを主張した、工藤十三は、写真技とは、体を仰向けにすることが、処意、捨てるということである。巻き込み技は、捨てるには、違いないが、この技は巻き込む技であり、本質面、理愛が異なるので、別の分類として扱うべきである。と主張した。しかし、その後行動管内で議論を重ねた結果、創始者である、 かの寺五郎が定めた投げ技の多いた類である、主義、腰技、足技、シンてテ技、横捨てみ技の体型を崩すことへの抵抗感から、新たな分類名を創設することはしないこととし、現在は巻き込み技は横捨てみ技に含まれるという見解で統一されている。捨てみ技は自ら、背中を突きながら倒れ込む技が多いため、審判にとって自らの捨てみ技で倒れたのか、 それとも、相手の技で倒れたのか判別しにくいケースが往々にしてある。そういった、審判の誤解によって、相手にポイントが入ることを防ぐため、技を仕掛ける際にしっかりと発生し自らの技であることをアピールすることも必要である。また、倒れ込むタイミングが読まれ、高ち狩りや大打ち狩りなどの後ろに倒す技で合わされると簡単に、相手にポイントを与えることになる。 また、寝技で反撃されることも想定されるため、寝技にも自信がないと思い切ってかけることができない。逆に寝技に自信があれば寝将軍に持ち込む手段としても、有効である。AB 大悟としろう、写真解説行動館柔道、投げ技下本の友社1999年、ISBN4 から894391902。ありがとうございます。